このスバ。コウマ族か。これはまた変わった一族のようだね。名乗りというのもなかなか面白い。さあ、まずはスバル、お手本の通りやってみてください。我が名はスバル、ロズワール邸の使用人にしてエミリアタンを愛する者。ふむ、その勢いよし。あとはポーズを直しましょう。次、ラム。なんでそんなおかしな名乗りをしなくちゃいけないの。ふざけているのはバルスの顔だけで十分だわ。おい、クオマ族の名乗りを愚弄するつもりなら相手になろうじゃないか。というか、さらっと俺も愚弄されてたんですけど。おーい、あっちの方にモンスターの群れがあって。またやってるのか。まったくお前は、新しく誰かが来るたびにそれを教えないと気が済まないのかよ。当然です。もう一度私が手本をお見せしましょう。我が名はメグミン、アークウィザードにして爆裂魔法を操る者。ついでに爆裂魔法も披露しましょう。黒より黒く、闇より。待て待て待て、まだモンスターと戦ってもないのにお荷物になるつもりか。なるほど、名乗りに加えて爆裂魔法、なかなか興味深いね。ふん。しかし、お荷物とは一体どういうことだろう。一度試してみよう。我が名はエキドナ、強欲の魔女にして万物の知識を追い求めし者、エクスプロージョン。大した威力じゃないか。これならもっと使い手がいても。ん？だあ、打ちやがったって。あれ、気のせいか。爆発音が聞こえた気がしたんだが。爆裂魔法を欲するあまり幻聴とは、カズマもやりますね。そこまで言われたら撃たないわけにはいきません。いや違うから、やめろ。なるほど、こういう欠陥があるのか。これは迂闊には使えないな。このスバ？このスバ。おや、砂浜で休暇とはまた優雅だね。しかし珍しい玉遊びをしているものだ。それあ、ごめんなさい。もらった。アクア、ここで決めてくれ。ナイスレシーブ、ダグレス。さあ、女神の力を思い知りなさい。ゴッドスパイク。やらせません。はあ。渾身のスパイクがあんな簡単に。ビーチバレエってすごく楽しいのね。レム、すごかったぞ、あのボールの威力。むしろ好んで受けてみたかったくらいだ。ありがとうございます。こんなに楽しいなら姉様も一緒に来られればよかったのですが。そういえば、メグミンも大丈夫かしら。少し休憩してからこっちに戻ってくるって言ってたけど。勢い余って派手に転んでいたからな。カズマに手当てしてもらってると思うが。それじゃあ次の試合の前に様子を見に行きましょうか。きっと今頃混ざりたくてうずうずして。あら、どうなさいましたか、アクア様。何かしらこれ、どこかから見られているような。何かの気配が。まさか魔獣が近くにいるのでしょうか。あんなところやこんなところまで舐め回すように観察するとは。どこのドイツなんだその変態は。本当にいるの？私はちっとも感じないけど。きっとカズマよね。本当、後でじっくり話を聞かなきゃ。観察するには個性的なものばかりのようだね。まったく、
この僕でも理解に苦しむよ。この巣場？